あ、すごい。まるで手に取ってるかのようにすごいチームだと思います。大丈夫。Hi everyone, my name is Asako and I'm a member of the Hobonichi Tachou team. And I mainly work in the Hobonichi Tachou book production and also the English website, so more of the international side of things. And I thought it would be nice to introduce you to the Hobonichi Tachou team members to our international users because we've never got a chance and you guys have shown so much love to the Hobonichi Tachou, so we wanted to show youthe members in more detail. So we've just finished our weekly meeting and I think without further ado, we're gonna head inside. So this is actually the largest meeting room in the office, but because our team is so large, it's quite cramped. So let's head in. So this is the meeting. So say hi, everyone.今日はちなみにどんなミーティングをしてたんですか？週に1回みんなで集まってコンテンツをどういうのを出していくかとか、いろいろがどんな風に動いていくかっていうのを共有するミーティングをしていました。手帳チームはどんなチームですか？平野君お願いします。ほぼ日手帳チームってほぼ日の組織の中でも一番人数が多くて、手帳ってその発売のタイミングだけじゃなくて毎日使ってるものなんで、それについてずっと考えてるっていうチームです。この中で本手帳使ってる人、はい、手帳、はい、手帳持ってもら、見せてください。公園で開いた紅葉、うん、私結構ストラーが好き で毎週毎週ストラーの水彩イラストを描いてて、でプリントして自分 の手帳に飾りました。うん、すごい。あ、すごい。その日に印象に残ったことをイラストにして描いてます。字で見るかも絵で見たりとか、あ、すごい、思い出せるなと思って、こっちは結構一生懸命書いています。1日1ページの方は、特に使い方は決めてなくて、もう写真とか貼ったりとか自由に使ってます。以上です。これは浅草に行った時なんですけど、おみくじで、今日聞いたんですけど、浅草の浅草寺っていう寺、すごく今日が多い寺なんですけど、もう全然いいこと書いてなかったんですけど、でもあまりにもこんなに悪いの出るんだって思ってちょっと感動して貼ったものですね。ベッカムさん、唐突ですけど、はい、What makes you Hobonichi Tachou so special? 今ちょっとちゃんと聞けてなかった。What makes the Hobonichi Tachou so special? What do you think? Hobonichi Tachou makes everybody's life change very much. Even though they don't really write so special things, but only they have the Hobonichi Tachou with them. Yeah, it's their life goes to different ways. So that's Hobonichi Tachou.うん、岡村です。塩口です。メロンです。石松です。この4人はどういう仕事をしているチームですか？ウェブページの制作に携わっている4人です。デザイナーが、この僕とこちらの二人、はい、で、塩口は進行とかですよね。はい、はい、そうです。大変なこととかありますか、やってて？え、楽しいです。素晴らしい。 いや、ありますよね。仕事がいいですからね、スケジュールをキュッとしないといけないとか、ね、いろいろありますけど、全体的には楽しくやらせてもらってますけど。海外の人に向けて何かパッと思いつく思いとかありますでしょうか？コンテンツを読んでほしいです。
あ、海外コンテンツたくさん作ってますね。はい。はい、あの、ほぼ日手帳って、あの、ほぼ日刊糸井新聞っていう記事をたくさんこう配信してるサイトから生まれてるので、記事読んでもらえると、もっとほぼ日手帳のことがよくわかるかなと思います。はい、じゃあ、先行としての意気込みを。はい。今、2024年に向けて、あの、準備をしているところなんですけれど、来年の手帳も楽しみにしていてほしいです。ありがとうございます。ほぼ日手帳の読み物を編集しているチームです。どういうことやってるんですか？どういう風な商品で、どういう名前をつけたら、あの、喜んでもらえるかなっていうようなところから始まって、一年中あの、ほぼ日手帳の、あの、を楽しく使っていただけるような記事を作成してます。お題数っていうサイコロを使ったあのゲームを考えたんですけれど、あの、ウェブ上でこのサイコロを2つ転がすと、その日手帳何に書こうかなっていうようなこととかを、あの、お題を出してくれるんで、それはあの、英語も翻訳しているので、ぜひ遊んでみてください。お気に入りの文房具とか持ってきた人はいますか？カバーにこういうふうに文房具を入れて持ち歩くことができるので、ここにこう細いマステを入れてたりとか、あ、ここに付箋を入れてたりとか、いつでもどこでもなんか貼ったりできるようにしてます。カバーをつけるのおすすめです。ポケットがね、たくさんありますからね。はい、僕は引き出しポーチなんですけれど、今ペンケースとして使ってるんですけれど、結構あの、見た目よりもたくさん入るので、雑に入れてしまってもかなりチャックしまったら綺麗な感じに収まるんで、なんかあのカバンとかに1個入れておくと便利です。私は、このペンケースにいろいろ入れてるんですけども、キッタはいろんなシリーズを入れといて、とりあえず貼ればなんとかページが持つというか、細かい字で書くときにはこの書くので、万年筆に書き始めるとすごい書くことが楽しくなったので書くんですけれども、どうしてもそんなに書くことないなとか今日はしんどいなみたいな時は、割と太めの筆ペンとかの太めのペンを使って、これでも大きい文字で一言二言バンって書くだけみたいな感じの使い方で使える、ちょこちょことしたものがこの中にいろいろ入ってます。はい、この4人はどんなことをしているチームでしょうか？企画と、あと撮影とかをしているチームです。はいはい、具体的には、あの、どんなことをしてるんでしょうか？カバーの、デザインを考えたり、仕様を考えたりとか、海外の皆さんとかに使ってもらえる素敵な、カバー、もしくは、文具も、いろんなものを考えてます。ごめんなさい。大丈夫。撮影の舞台はどんなことをしてるんですか？ホームページで皆さんに見ていただいてるイメージの撮影だったり、商品の撮影だったりっていうのを主にしております。お気に入りの文房具とかってありますか？私はこれを筆箱代わりに使っていて、いっぱいペンとかハサミとかハンドクリームが入ってたりみたいな感じで、これ1個あれば、あの、全部揃ってるみたいな感じで使っています。手帳カバーもお揃いで使ってます。手帳カバーの接客とかをしてて一番嬉しい瞬間は？サンプルが上がってきたですか？結構いろいろ時間かけて作ってるんですか？構想から出来上がるまでは半年以上、長いものだと1年以上かかるので、やっぱり形になって上がってきたらすごく嬉しいです。じゃあチームはどんなチームですか？一人一人がみんななんかすごく力を持っていて、自分の仕事だけじゃなくて、みんなの仕事をみんながこう嫌がらずになんかサポートしてくれて、で、楽しく仕事をしているので、あの、そういうのがすごく助かるなと思います。海外のお客様に向けて何か一言お願いします。海外のお客様がほぼ日手帳を最近すごく使ってくださっているのは、やっぱりすごく私たちも嬉しくて、あの、これからもどんどん広がっていったら嬉しいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。
この3人はどういうことを、どういう仕事をしている3人でしょうか。手帳の生産管理を担当しているメンバーです、はい、生産管理ってどういうことですか、はい、具体的に、プライヤーさんに、こういう手帳が作りたいっていうのを一緒にやり取りをして、うん、まあ、価格の交渉だったりとか納期の交渉だったりとか、まあ、品質を担保したりとかそういうことをやっております。手帳チームはどんなチームだと思いますか。優しくてすごく前向きで、あの手帳のことを本当によくみんな考えているすごいチームだと思います。ふみこさんは今年はそれですか。私カズンを使ってるんですけど、ちょっともう12月末を待たずに使い切っちゃったので、このノートをちょっとサブ的に使ってるっていう感じです。まだ、はい、はい、インフラサービス札使い、ですね、これが今使っているものでジッパーズにオリジナルなんですけど、これ来年用というかなんですけど、ちょっと初めてウィークスを使おうと思っていて、私がよく愛用しているのがこれですね、フィルム付箋で、便利です、はい、すごここにぴったり収まるので、これを入れていつも使っております。じゃ最後に来年度に向けての意気込みを一人ずつお願いします。皆さんがすごく楽しみにしてくださってるんだろうなと思っておりますすいません、楽しみに待ってくださる皆さんのために、頑張ります。私来年でほぼ日2年目になるんですけれども、作っているものは手帳だったりカバーっていうものなんですけど、まあ、それをこうお客様たちがこう生活の一部として使ってくださってるっていうことにすごくこの驚きと喜びを感じたので、もっと皆さんの生活が豊かになるような商品を売り出せたら嬉しいなと思っています。私は主に在庫周りのことをやっているので、手帳を待ってくださっている方にちゃんと行き渡るように在庫をしっかりチェックして皆さんに喜んでもらえるように頑張りたいです。どんな仕事をしていますか。はい、手帳チームで企画とデザインをしながら、リーダーをしています。はい、手帳チームはどんなチームですか。手帳チームは惜しみなくて、よく動いて、よく考えるチームだと思います。あと、よく笑います。これは仕事用で使っている、ウィークスなんですけど、主に毎日のタスク管理というか、朝やることを書き出して消していくっていうのと、あと打ち合わせの時にスケジュール立てることが多いので、月間スケジュールっていうので、ただメモは早々に足りなくなってしまったので、今外付けというか、測量野鳥っていうのをこっちに入れてどんどん使ってる感じです。ここに来て帳にとって海外のお客様ってどういう存在ですか。すごく素直に楽しく使ってくださっていて、その声とか反応を見ると本当に元気が出る存在です。一度フィリピンにお邪魔したことがあって、本当に楽しそうにワイワイと使ってくださっていて、そういう姿が思ったより本当に励みになるし、インスタライブとかやるといつも海外の方のコメントがすごく温かくてまっすぐで、そういう人たちに喜んでいただけるように一人よがりにならないような商品をなるべく作っていけたらいいなって思ってます。近くで手に取っていただけない方もいらっしゃると思うので、そういう方がこうまるで手に取ってるかのように、そういう情報を例えばインスタライブとかいろんな方法でできたらいいなって思っているのと、商品もより良いものができるように頑張っているので、この動画もその最初の一歩になればいいなと思ってます。ほぼ日手帳のチーム全体としてこれからの野望とか目標とかって何かありますか。
くさんの方に深く強く喜んでほしいっていうのはあって、今もラインナップをうんうん言いながら考えているんですけど、やっぱり喜んでいただくのって簡単ではないので、8月に予告が出た時に今年もこう来たかっていうのを去年よりももっと大きく感じてもらえたらいいなっていうのがここ1年の野望で、今年で156カ国の、国と地域の方に使っていただいたんですけど、もっといろんな方に使っていただける強くて面白くていい手帳にしたいなと思ってます。最後に海外の方へ一言メッセージがあればお願いします。いつもポジティブな反応がとっても励みになっているので、また喜んでいただけるようにデザインとか企画とか届け方も含めてみんなで頑張ってまいりますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。So we hope you continue to enjoy the Hobonichi Chacho. これからもよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。So we hope you enjoy ごめんなさい。じゃあもう一回いきます。3、2、1、どうぞ。 So we hope you continue to enjoy. So we hope you... ごめんなさい。はい、どうもありがとうございました。